はい、こんにちは、美容師の野です。今回はセルフカットで肩下ミディアムヘアをカットしていくやり方についてお話ししていきます。今回のやり方は髪の長さがあればどなたでも簡単にできちゃいます。手順としては最初にブロックを取っていきます。そして髪をハサミで長さをカットしていきます。それからすきばさみで軽くする。これだけなんですよね。これだけでうまくミディアムヘアができちゃいます。ですので肩下ミディアムヘアをなんとかカットしたい、そんな方はぜひ参考にしてやってみてください。ということで今から詳しくお話ししていきます。では肩下ミディアムヘアをねカットしていきますが、一番重要なのはブロックを取って目印をつける。どこまで長さにするかなというこの目印をうまく取ればもうあとはすごく簡単です。じゃあブロックを取っていきましょう。ロングの方でブロックを取るのはそんなね難しくないです。ツインテールを取るように後ろを真っ二つに分けてください。それを前に持ってくる、まあ、肩がありますからね、肩の前に持っていきましょう。反対も同じように前に持っていきましょう。これで後ろの髪が全部ね前に持ってきてある状態です。軽くね櫛で綺麗に毛流れを取っておいてください。目印をつける、これをやっていきます。どのぐらいの長さに切ろうかなっていうのをね考えつつ、これにしようかなというポイントがあればここでヘアクリップを止めておいてください。こんな感じです。反対も同じように同じぐらいな場所でヘアクリップを止めておいてください。ちょうどいいかなというのをね鏡から前を見てねやっていってください。この目印がずれているようであればカットした後もずれてきます。この位置を正確に合わせてください。じゃあ長さをね切っていきます。この時はまっすぐスパッと切るわけじゃなく縦で少しずつねカットしていってください。この時はヘアクリップが動かないようにやっていってください。こういうように慎重にねやっていきましょう。まず片方を長さをね設定しました。で同じように反対側も少しずつね縦でカットします。これで、まあ、同じかなというのを、ね、チェックしていってください。もう少し切ってみようかなということであればヘアクリップにめがけて少しずつ、ね、また縦でハサミを入れていきましょう。反対側も同じようにやっていってください。はい、これで良ければヘアクリップを外しましょう。こうすることで長さが合いました。でたまに数本出てくる毛は少し、ね、カットするぐらいで構いません。これで長さ設定が終わりました。今後ろの髪も同じような長さでカットしてあります。この状態を後ろに持ってくれば、実は言うと後ろに持ってくるだけで自然なねラウンドになった状態になります。前に持ってきてカットしただけなのにこういう状態にできます。これで良ければ今からすきばさみで軽くしていきます。軽くする際も一応ねブロックを取っておきましょう。上と下という形でだいたい半分にね全体ね持って分けていってください。これが下で、あとが表面というか上です。でこの内側を徐々に軽くしていきます。軽くするときはこの襟中央からね軽くしていきましょう。約2センチの束をね持ちます。で中間ぐらいに1回入れて、もう1回ちょっとね毛先にずらして1回入れていきましょう。で別の束です。また1、2センチ、約2センチですよね。この束を持ちます。中間で毛先に向かって1回、そういう形にやっていきましょう。違う束でいきます。中間で少し毛先ずらしていきます。一回すきばさみを入れた束は持たないように軽くしていってください。もしね同じようにね軽くしてしまうと、もし
一回やった束を持ってすきばさみで軽くしてしまうと結構軽くなってしまう可能性があります。一回すきばさみを入れたところは入れない、そういうようにやっていってください。簡単ですよね。はい、これですきばさみを入れました。次はこの表面に入ります。串で溶いておきましょう。表面はあまり軽くしない方がいいですよね。軽くしすぎる量がね多い方は結構軽くしても良いかもしれないですが、もしね量が多くて悩んでる方は内側をしっかりめに軽くしていくようにやっていってください。表面はあまりねすきばさみを入れてしまうとまとまりが悪い状態になりやすいです。表面の毛に関しては中間からすきばさみを入れずに毛先寄りから軽くしていってください。同じように 1,2 センチの束を持ってください。そして下の段で持った束を持たない、あくまで表面を軽くするときは表面のブロックの紙を軽くしていくのみでやっていってください。こういうように軽くしていくとしっかりね軽くなります。これで重いようであれば先ほども話しましたが内側をちょっとね多めにすきばさみを入れていくようにやっていってください。こんな感じでやっていくとミディアムヘアも簡単に失敗なくセルフカットできる形になります。もうちょっと短くしたい場合は最初のヘアクリップをやや上目でやって短くしてから軽くしていく、そういうことをやっていくとうまくいきます。ぜひ参考にしてやってみてください。はい、ということで今回はセルフカットでカタしたミディアムヘアを簡単にそして失敗なくカットするやり方についてお話ししていきました。重要なポイントは目印をどこに置くかです。ヘアクリップの位置を決めて前から見て合ってるかどうか、これをねしっかり確認した後にハサミを入れていってください。ここだけがめちゃくちゃ重要です。切るのは案外簡単ですよね。そして軽くするのは長さがある程度あるのでいっぺんに上と下そういう風にね分けて少しずつ軽くすればいい感じに軽くなってきます。このヘアクリップの位置をねしっかり合わせるようにやっていってください。この時はゴムを使ってやっても構いません。ゴムでまとめると長さが合ってるのかどうか判断しにくいこともねあるので、なるべくならヘアクリップで留めておいてください。ということで皆さんまたお会いしましょう。バイバイ。